こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回は切れたあの柱時計のあのゼンマイなんですが、ちょっと珍しいゼンマイなんです。まあこの間のあの動画でも流したんですが、ツインゼンマイってあのまあちょっとあの今全部外しましたので、それをちょっとご紹介したいと思います。これ AK 社のもう古い、もう60年で聞かないかもしれないですね。こういう風になってますよ。ここ一箇所からね、こう、もうこれバラしても分かりやすいと思うんですよね。こういう風になってます。これ切れちゃって、こっちがの時計の方ですね。これ切れてこういう風に中の、まあ、これ中に入ってるんですよね。この小ハゼ中のこれ、これ緩めて、緩めるところがビヨーっとこう、なんですかね、戻るんですよ。まあ、ちょっと危ないんですけどね、非常にね。まあ、これを、まあ、こっちが打ち方の方、こっちは何でもないんですけど、ただこれね、大変ですね、これね。こんなゼンマイないですからね、今ね。これをつなげるともちょっと、まあ、ちょっと無理っぽいですね。まあ、穴開けて、なんか特殊な、ちょっと硬いもんで穴開けて、3箇所ぐらい止めるっていう方が、まあ、ちょっと持たないかもしれないですね。ちょっとわかりませんけどね。まあ、これ、まあ、特に修理じゃないですよね。ちょっとジャンク品で、ちょっと私、このゼンマイ珍しいんでね、ちょっとオークションで、ネットオークションで買って、安く買って、ちょっとバラしてみたんですよ。どんな風になってるのかなと思いましてね。まあ、こういう感じでございます。非常に珍しいですんで、ね、こういうのもご参考になると思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。